はい、ということで引き続きやっていきましょう。毎週木曜日更新、木曜日スペシャル。木曜スペシャル。木曜日スペシャルじゃない。クイズだらけの人生ゲームをやっていきましょう。クイズゲーム枠。時間切れでした。残念。先が思いやられるね。ということで、今週もやっていきましょう。ということでございます。ため取りが終わりましてね。やっと新しいエンタでございますよ。いや、どうもどうも皆さん、こんにちは。鬱陶しいな。オープニングからエンタが鬱陶しいですけれども、今週もやっていきましょう。ため取りが終わりましてね、新しいエンタですよ。3月13日やっていきます。続きからですね、Nintendo Switch が発売された後に収録しておりますので、新しいエンタでございます。こんにちは。その新しいエンタっていう言葉が言いたいだけなんですけども、やっていきましょう。まあ、ニンテンドースイッチの話は、まあ、おいおいやっていきましょう、それはね。うん。じゃあ、やっていきましょう。これだね、この記録。エイコのところに追いつけそうだったんだけど、やっぱ、あいつは、なんすか、もうすぐ大臣になろうとできるから、なれるから、もうすぐ大臣にね、なれるから、やっぱり給料が高いですよね。だから、まあ、給料マスで大きく差がつけられるっていう感じで、なかなか追いつけないんですけれども、頑張っていきましょう。約4週ぶりにやっておりますよ、私も。前回4週分ため撮りしたからね。ということで、2位のゲームデザイナーチーフやっていきましょう。昇進したいんだけど、そう、まだ足らないんだよね。なんかのパラメータが足らないんですよ。扶養手当、子供1人おるから1500万円になったんですよね。そこはでかい。センスか、あと1ぐらい許せよ、ほんと。許してほしい。もう転職マスも転職しねえし。これなんか、奨励金かなんかもらえるのね。しないっす。あ、1000万円。ほらほら。1000万円でかいよ。またこれで A 子にちょっとは近づいたけれども。またこれでもエイコも給料マスコインだよね。どうしますか？来ましたよ。俺を貶めようとするのか？あいつは。どうするんでしょうか？さあ、敏郎。あ、足を引っ張る。やばいな、エンタか。あ、違う。そっか、エイコ1位やったんや。そういえば。上には上がいたんだった。忘れてたわ。さあ、正解すればエイコを貶めれる。我が祖国。音楽祭、プラハの春音楽祭だそうです。まあ不正解だったので、敏郎が下がるのかな。ああ、敏郎が下がります。残念でした。くじけんなよ。めっちゃ上から言う、超上から目線ですね。さあ、エイコ来た。問題のエイコは来ましたよ。8。これは給料マス来るね。2600万やもんな。基本給がえげつないもん。基本給がえげつない。さあ、赤色クイズマス。さあ、自然科学問題。アイヌ語で柳の葉という意味を持つキュウリウオ科の、魚は何？キュウリウオ。シャモ。あ、キュウリっぽいウオやからか。キュウリウオ科っつうのがあんのね。シャモでした。さあ、そして3つを転職できるか。7。転職マスいかないな。3つほんまうふんやな。転職マス少なすぎんねんな。俺2回も転職マス踏んでるけど、他のやつら全然踏まへんもん。さあ、赤色クイズマス3つを世相問題。次のうち、花王が発売している歯磨き粉はどれ？なんやね、シミテクとか。クリアクイーンや。ああ、そうや、クリアクリーンや。さあ、出てきた。正解率 54% ですね、3つを。さあ、そして回ってきました、エンタでございます。いきましょう。センスをあと1上げればいいだけ。ああ、赤色クイズマス、怖い。赤色クイズマス、嫌やな。何が来る？
言葉問題。言葉きついぜ。英語ではアシカのことをシー、シー、エレファント、ライオン。クソむずいな。クソむずいぞ、それは。うわぁ、全パラメーターが落ちる。きついなぁ。正解率 51% ですよ。2問に1問当たっているけど、もうちょっと上げたよね。さあ、としろ。6を出して、フリーターの給料が、おぉ、800万円。扶養手当がつくから結構上がってくる。さあ、超難問来たよ。いけるか？としろやで、としろ。としろが超難問クイズ。正解なるか。いきましょう。今は、未利用の高い周波数域を利用して、あ、高速通信 XDSL というやつ当てました。めっちゃ詳しいねんな。なんかパソコンに強そうやもんな。なんか情報関係の大学とかに行ってそうやもん。まあ、じゃ大学行ってないけどね、実際はね、うん、高校専門学校とか行ってそうやもんな。高専とかね、うん、そういうところ。さあ、エイコでございます。あ、デートマスか。はい。あ、プロポーズする。早いな、ロボやろ、これ。ロボや、ロボスケや、ほら、70% で挑む。プロポーズ。お、あと2問。お、いけるか？いけるか？お、あと1問。お、当てた。これ大丈夫か？もしね、大統領じゃないわ。総理大臣になったとしてやな。総理大臣のその夫が、ロボって大丈夫か？日本大丈夫かってなるで、それ。結構やばいな。金を巻き上げた。さあ、三つを。あと、三つ男だけだもんね。結婚してないの。どうするんでしょうか。黄色クイズます。生活問題。大阪の魚市場の名前が由来となった塩サバと大根の汁物を何という？ケンチンか。センバ汁だそうです。知らなかった。ケンチン汁は聞いたことあるけど、あれは違うか。ごぼうと人参がなんかのやつか。さあ、2位のエンター行きましょう。3。もういいてハートマス。子供生まれるんか？子供来るかな？どうでしょう。あ、子供来ないね。愛を育むしかないんか。デートするか。じゃあ2人でコンサート行こうか。じゃあ俺も連打するで。頼むで、連打するで。もう結婚してんのにこれ何すんのよ。上がってもパーセント上がんだね、一応。結婚したら一応パーセントは上がんねん。さあ、じゃあもうできるだけパーセンテージを上げていきましょう。全然外してるけどね。さあ、松戸恵美の愛称はユーミンでございます。ビバルディ、四季。のオーケストラは管弦楽団。124% まで来てますけれども、ピロピロ推しですよ。相変わらずのピロピロ押しで外しまくっております。おい、 124% でした。あんまり伸びなかったね、今回。ピロピロ押しが早すぎたんか。さあ、としろ。6を出して黄色くいきます。みんな追いついてきたが早いな。俺だけせっかく独走しとったのに。自然科学問題。社会のさまざまな活動における駆け引きや戦略などの行動に関する理論を何という？なんや、ゲーム理論だそうです。これを外すんやな。なんかようわからん XDSL みたいなやつを当てんのに。これを外しより。さあ、エイコ。ロボスケと結婚したエイコ。6を出して、超難問でございます。いけるでしょうか。世
界で初めて旅客機の機内食にざるそばを提供している航空会社、日本航空当てました。その日本航空か全日空かどっちかやろうっていう話やもんな。そりゃそんなもう世界で初めて言うぐらいやったらどっちかでしょっていう、そんなもう二択じゃないですか。あんなもん、そんな超難問ではなかったよ今のは。すごいもう他の人の問題に対する不満がえげつないけど、さあ三つ男があんま上がんないんだよね。これはもう敏郎に抜かれても仕方がないぞ、あの感じ。さあ黄色ジャンル選べますで、何を選ぶ。自然科学を選んだ。三つ男やばいよな、三つ男最下位になる可能性あるよ今回。さあ自然科学問題。鶴の子、八夜、冬、あー柿ね。外すか、外す。自然科学好きなんちゃうんか。冬柿やん、冬柿。三つ男知らんかったか。さあ行きましょう。お、7。デカめに行って、青色クイズマス。漫画アニメ問題。アニメ、機動戦士 Z ガンダムの Z、ゼータガンダムか。OK。もっとパラメータ上げとけばよかった。失敗したな。失敗したらもうちょっとタイミングを見計らってやればよかった。急ぎすぎました。正解を急ぎすぎた。さあ、敏郎。まだ4位ではございますが、扶養手当がでかいよね。さあ3を出して青色クイズマス。生活問題。次のうちダイヤモンドシンジケートという別名を持つ会社は何を。別名のその元の会社が全然わかんないわ。デビアス、デビアスだそうです。正解率 38%。 そしてエイコですね。1。青色クイズマス。みんなここ止まんねんな。こんなかぶるかね。さあ言葉問題来ました。日本語の文法で、将来が案じられる助動詞の、られるの意味。自発。当ててきよるな、しっかりと。さあ三つ男、一人飛び出ている三つ男。あ、二を出した。さあ追いついてやろう。クイズマス。さあ生活問題。里芋を茹でた後に皮を剥き合わせ味噌をかけた料理はなんや。絹担ぎ、絹担ぎ、絹担ぎ、うん、だそうです。知らんわ、聞いたこともないわ。そんな食い方あんのって。芋なんかふかすか、なんや、天ぷらにするかとか、そんなんしかないんじゃん。あ、やっと来た、やっと昇進試験。さあゲームデザイナー昇進できるかですよ。大事なノルマ6問いきましょう。映画の撮影でフリーハンドはどんな手法。手持ちやな、カメラ手持ち。スクリーン数が複数でチケット売り場、シネマコンプレックス。オッケーオッケー。テレビ番組しんすけの人間マンダラに登場する恋人の一般人は何と呼ばれる。なんや、モテない君。オッケー。古舘伊知郎と渡辺満里奈が司会をしているトーク番組、おしゃれ関係。お、今上田や。タレントを妻に持つ竹志軍団。ダンカン。あー、ダンカンやったか。テレビ界のアカデミー賞と呼ばれる賞。これ何やったっけ、エミー賞。オッケー。残り1問。武器を持って戦い、急所を攻撃されると一撃で倒されるスクエアの SF、プレイステーション用格闘ゲーム。武士道ブレードか。オッケー、当てた。やっとゲーム問題が出たわ。全然ゲーム問題出えへんねん。さあ、今日から開発部長ということで、やっといい感じで昇進してきたな。これもっとパラメータ上げんと次昇進できんな。1700万。扶養手当も加わって、4152万。うん、2億1500万いきましたよ。あー、体力とセンスやな。
体力とセンスがなければいい職に就けませんね。いい階級に上がれない。3を出してハートマス。誰やったっけ、としろうか。としろうは子供ができちゃうんじゃないの、そろそろ。違うな、まだデートですまだデートです。あ、 75% やもんな。そりゃ子供できへんって。あんま伸びなかったな、残念でしたね。最後お7、昇進試験あるか、あんのか、マジかマジか、あんのかこいつら。さあ政治家、ノルマ8問です。でかいぞ、これはほとんど間違えられないんじゃないか。民本主義を外す。さあどうだ、ノルマ6問 PPP だ。これは厳しいんじゃないか。こんだけ外してたらやばいぞ。あーダメだ、もうダメだ。あーもうやってられない勝手に他人がもうやってられないとか言う。残念でした。ノルマ4問でした。これは相当厳しいな。10問ぐらいしか出してくれへんやん。2問しか間違えられへんね。きついですね。ただエイコもやっぱ扶養手当が出るようになったから、これは差がつけられていくばっかりですね。きついな。とりあえずエイコをどうにかして落とさなきゃ。どうすれば落とせるかやな。パキスタンから変わった国が、なんだ？バングラディッシュか。うん。だそうです。さあ、そして三つを。三つを3位ですね。まだ3位。6。そろそろデートマス行けよ。さあ、三つをの自然科学問題。1876年に世界で最初に電話を作ったアメリカの発明家。グラハム・ベルか。おお、ギリギリで押した。ちょっと上がりましたね。さあ、そしてエンターいきましょう。お、8を来た。8でかいよ。あー、カエルジャンル選べます。怖いな。音楽でいくか。音楽でいってみよう。ちょっとクラシックは上がらんけど、歌謡曲ぐらいやったらいける。音楽問題いきましょう。PS I Love You という曲をヒットさせた女性4人組といえば、ピンクダイヤモンド、サファイア。知らんて、知らんて方角か、それほんま。よし、行くぞー。
さあどうなる。お8、おいいね、順調順調。さあ給料マスは全然あの昇給はできないんだけど、そうだね、知力も戦争も上がんないよね、すぐには。早いんだよね給料マスの感覚が。どうしますにするか、黄色クイズマスか。黄色いきましょう。さあ黄色クイズマス。うわ、言葉問題。日本語の文法で動詞格の連体形は、あーく間に合わず。いやきついな、なかなかやな、なかなかクイズの成績が上がらないんだよね。なんで一周目の方が調子いいね。さあ敏郎4です。あ、超難問来ましたよ。敏郎結構踏むな、超難問踏みがちやなあいつ。さあいけるでしょうか。正式名をインドゴムノキという観葉植物は、知らねえ。ベンジャミン、ベンジャミンバトンの数奇な運命みたいな映画はあったけどね、それぐらいしか知らないわ俺、ベンジャミンって言われても。さあ英語。ニオダス、ハートマス。さあ映画館にデートですよ。上がるんでしょうか、数値上がるかな。さあまあちょっとは伸びたかな、うん。さあみつおです。みつおついに4位になっちゃいましたね。早く結婚しないってからやで早く結婚しないからやでっていうのをすごい噛んだわ。さあ長男も来ちゃいましたよ。さあまあ三つを正解率は高いから、敏郎よりかはいけんじゃないかな。昭和25年第1回日本シリーズ第1戦が行われた球場は、お、あ、西宮じゃない、残念、神宮球場。さあ行きましょう。エンター、開発部長になりましたからね。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドでも作ってんでしょうかね、僕はね、知らないですけど適当すぎるわ。黄色ジャンル選べます。ここもやっぱ音楽にしよっか。私負けへんっていう感じで音楽選ぼう。私負けへん。さあ音楽問題。今すぐキスミーなどの曲を歌ったバンドリンドバークのボーカルは誰。渡瀬真希さんで、ファイナルアンサー。オッケー、伸びたよ。パラメーター一番高い時にやったから。よーし。さあ敏郎は3を出して青色ジャンル選べます。バルト三国といったらリトアニアとエストニアとラトビア。ラトビア外す、外す。 35%。 さあそして行こう。4か、4を出した。また昇進できんの。あ、そっかそっか前回失敗したんだったね。そっかそっか、それは再挑戦できるわ。さあいけるか。お、当てたよ、しっかりと当ててきた。オリーブでしょうに、オリーブでしょうに。お、当てたよ、自由と。婚姻ですね。クーリングオフですよ。それぐらい当ててください。おー、やばいぞ、いけるか？ダメだ。もうダメだ、これは。もうお前はダメだ、この野郎。あー、残念、ノルマ3問でした。でも次かその次ぐらいいけそうな感じはするな、なんとなく。十分お金をもらいましたね。十分なお金を得て青色クイズマス。世相問題。
80年頃に原宿で流行した原色の奇抜なファッションで踊り回る若者たちを何と言った？竹の子族。知らないですわ。80年代頃。さあ、三つを。5。転職できないね。さあ、地理整形問題。かつては、日本で2番目に広い湖で、現在は干拓されているのは。八郎潟やん。八郎潟やん。外すやん。塩いやんみたいになってる。外すやん、塩いやんみたいになってるわ。さあ、エンター行きましょう。これはまだ、昇級まではまだちょっと距離あるからね。大丈夫、大丈夫。もうちょいパラメータ上げていきましょう。さあ、言葉問題。言葉問題多いな。次のうち日本語の文法5段活用の動詞はどれ？なんだ？見る。切る。知らんがな。なんで言葉多いね。俺、国語苦手やね。国語の授業嫌いだったわ。さあ、としろ。8を出した。給料ね。まず給料。ああ、でかいね、800万。いいね、順調な。もう1億いくで、これ。としろが順調っていうね。クイズ不調やのに順調っていう謎の謎の展開やな。さあ、漫画アニメ問題。日本で初めて漫画という言葉はいつから使われたとされている。当てました。江戸時代から。さあ、行こう。4。ハートマス。トマスで子供もあるか。そろそろ。おロボスケとできんねんな。子供、男の子が生まれました。さあ、名前は太郎だそうです。なんで白髪なんやろな。子供やのなんでシルバーなんやろ。子供生まれたてでシルバーっていうね、すごいな。若いんか年寄りなんかわからんっていうね。生まれたてでしょ。さあ、給料が、いや運がねえな、運がねえな。200万やで、やばいな。もう年老に5000万ぐらい差つけられてんで、年老やばい。さあ、スポーツ問題。99年現在、大相撲で史上最多の32回の優勝を誇る力士。大鵬ですな。当てますわな。そら当てますわな。さあ、エンター。センスを上げたい。でも無理だ。お、3か。3やったら OK、青色クイズマス。まだチャンスある。どれぐらい上げなあかんのかわからんけど。チャンスはあるはず。そこにチャンスはあるはず。地理整形ないはず。そこにチャンスはないはず。サッチャー元首相のニックネーム。鉄の女か。開けて。よし。センスは上がるか。あれでいけるか、センス。16。これでいけるか。さっき何歩下がったか知らんけど。どうでしょう。これで昇進していけるでしょうか。そっとしろ。3。お、ハートマス。水族館にデートです。さあ、700コインと90何パーセントぐらいまでいかんと子供生まれへんわな。もうちょっと頑張れよ。さあ、95%。次、もしかしたら子供生まれるか生まれないかぐらい。さあ、行こう。6。おお、赤色クリスマス。いけるか？さあ、言葉問題。ある分野で最も尊敬される人という意味の言葉の、なんや、その名がある国は、中国か。当てよるな。
戦争を大幅に上げていた。いやすごいな、パラメーターが一人突出しとるわ。あいつ、さあ三つを7、赤色ジャンルを選びます。さあ趣味問題。プレイステーション用ゲームバイオハザード2の舞台になっている街の名前、ラクーンシティ、当てますね。パラメーターは高いねんな、三つを。パラメーターは高いけどお金は少ないね。さあそんな状況でございますが、私エンタの番で、今週はここまでしましょう。状況だけ見ておこうか。ちょっと待って、操作はぎこちない。あー、センス全然足らんわ。19も足らん。次、社長やで。すごいな。もうそんなとこまで登り詰めた？多分、社長が一番上なんですよ。会長はなかったと思うんで、多分、ゲームデザイナーの一番上、トップ、社長になるには、あとセンスを19上げないといけないという状況ですね。クイズ正解率 55%。3位の敏郎は、36% 正解率で、9000万持ってますね。A 子は3億9000も4億ですな。ほとんど4億。正解率 62% でこれだけの、パラメータを取ってると。で続いて総理大臣になるための昇進試験を何回も受けているけど、なかなかなれないという状況ですね。総理大臣が一番上ですね。政治家の一番上のランク、総理大臣ですから、これはえげつないですね。やっぱこいつはこいつはえげつない。ロボスケと結婚した時点でまあそもそもえげつないけど、もっとえげつないですね。さらに三尾は正解率 50% でパラメータは高いんだけど、結婚はしていないし子供もいない、就職はフリーターという状況ですね。まあ、結構厳しい状況ではありますけれども、早く結婚してほしいですね。全然ハートマス止まんないからという状況でございますか。まだまだ私も頑張っていかないといけないですね。ということで今週はここまでしましょう。また来週この続きからやりますので、来週もお楽しみください。はい、ということでエンタのゲームインザボックス、今週はここまで。ご視聴ありがとうございました。